世界を俯瞰してみようじゃないか。では私も思考の時間に戻ろう。抗議してやろう。それでは始めよう。では私も思考の時間に戻ろう。ファミルの兄貴。いいから黙って逃げろ。くそ、逃げ足の速い奴らめ。どうしたんだ。何かあったようだね。彼に聞いてみよう。何かあったようだな。あなたはクライブ様。これは見苦しいところをお見せしました。怪しい連中を取り調べたところ逃げられてしまって、面倒なものを持ち込もうとしていたものですから。面倒なものとは？ええ、クリスタルの偽物ですよ。その話詳しく聞かせてもらえるか。最近ポートイゾルデではクリスタルの闇取引が横行しています。国から配給も止まった上にこのご時世ですからね。ある程度を見逃すことで暮らしを安定させるようバイロン様からも指示を受けていたのですが、そんな折一度使えば壊れる粗悪品が出回り始めたのです。あんなものが広まると先々略奪の原因になりかねません。それで警備をしていたところにさっきの連中が妙な色をしたクリスタルを持ってきたというわけです。あの3人組がダスククリスタルを。おや、皆様もご存知でしたか。先ほどの様子を見るに連中がダスククリスタルの売人で間違いないでしょう。兄さん、彼らが向かったのはビュイット大橋の方だ。ああ、今なら追いつけるかもしれない。クライブ様、この辺りも野党が多くなりました。どうかお気をつけください。ありがとう。ポートイゾルデがあの様子ではさっきの3人組もしばらくは寄りつかなくなるかもしれない。そうだな、逃げられる前にここで抑えるぞ。
この辺りにはいないみたいだ。先を急がないと。どうやら収まったみたいね。そうだが、連中の姿は見当たらない。やれやれ、最近は不吉なことばかりだ。こんなことが続いたら気がめいっちまうな。よし、あの二人に話を聞いてみるか。この辺りで怪しい三人組を見なかったか。ついさっき見かけたが、きっと今頃落ちんでるだろう。どういうことだ。連中、野党どもに追われてたんだ。クリスタルをよこせってな。えらい剣幕で走り去っていったよ。三人組はどこへ。ああ、向こうの方さ。この先はオールドヒル造船所だ。あそこは今誰も住んでいないはず。空き家に潜んで野党たちをやり過ごすつもりなのかもしれない。
探してみるしかなさそうだ。邪魔をしたな。オールドヒル造船所か。行こう、二人とも。行くぞ。行け。どうやらまだ捕まってはいないようだ。ここまでにしておくか。おいてめえら、どこのドイツだ。中を探すとしよう。クリスタルをよこせ。なんだ貴様ら。どこから出てきやがった。野党どもめ、なんて数だ。兄貴、もう走れないよ。まったくだ。だけどここまで来れば。兄貴、誰か来た。ようやく巻いたと思ったのに、結局捕まっちまうのかよ。おい、お前たち、
少し話を聞かせてくれ。野党のくせに大層な剣までぶら下げやがって。貴様らにくれてやるクリスタルはね。俺は野党じゃない。勘違いするな。どこ行きやがった。こっちだ。この辺りで奴らの声がしたぞ。やばい、さっきの連中に追いつかれた。兄貴、どうしよう。いいか、こういう時は慌てず騒がずだ。なあ旦那方、ちょっと。さっき野党じゃないって言ってたな。ああそうだ。俺たちはこいつを調べていただけだ。そうかそうか、そいつは実に好都合。クリスタルの売人を見つけたぞ。こっちだ。お前何を。いたか、いたぞ。ちょろちょろと逃げやがって。もう逃がさねえぞ。クリスタルをよこせ。待て待て、間違えないでくれ。俺たちじゃない。ほら、あっちだ、あっち見ろよ、手に持っているものを。お、あれだ。いや、これはそれじゃ旦那方、あとはよろしくな。来るわよ、クライブ。仕方ない、片付けるぞ。奴らをぶちのめして逃げられないようにしてやる。クリスタルをいただくぞ。面倒なことさん。追うよ。ああ、連中には仕置きが必要だ。やつら橋を渡って湿地の方に向かったな。頼んだぞ。かけろ。まさかダスククリスタルの売人があんなふざけた連中だったとは。確かに逃げることにかけては機転が利くようだ。このまま逃がしはしないさ。
行くぞ。よっ、見ろ、ダスククリスタルだ。あたりに魔物の足跡がある。ここで襲われたのかしら。だとしたら少なからず足止めを食らったはず。このまま追うとしよう。朝の宿に向かったと思うが、さすがに人目は避けた。となれば湿地の奥の方だ。よし、行こう。やれやれ、今度こそ大丈夫だろう。奴らだ。あいつらまだ諦めてなかったのかよ。旦那方、野党相手によくご無事で。なんとかな。だがもう面倒はごめんだ。いいか、お前ポートイゾルデに出入りしてた売人だろ。クリスタルの出所を調べている。こいつをどこで手に入れた。それは教えられないね。商売に関わる大事なことだ。貴重な稼ぎ口を奪われたくはない。こいつがあるから俺は仲間を。またか。クライブ、あれを。なんだ、塔に光が。
どういうことだ。ねえ兄貴、塔のクリスタルは無事かな。バカ、黙ってろ。まさかあの塔にダスククリスタルが。いやいや、ちげえよ、あるわけねえ。あの賢者の塔はただ古臭いサラの文明の遺跡だぞ。入り口さえ見つかってないのにどうやって中へ。それにしてはなかなか詳しいようだな。あれ、それは見ろ、アカシアだ、アカシアが出たぞ。いい加減にしろ、そんな手に何度もかかるか。どうやら本当よ。何、お前たち。クライブ、ここはマーサの宿に近すぎる。こんな時に追いかけたいが、アカシアを連れていくわけにもいかないか。さっさと倒すぞ。終わったか。あの三人組はまた逃げたみたいだ。まったく悪運の強いやつらめ。やっと落ち着いたか。兄貴、里へ帰ろう。ポートイゾルテじゃもう商売できそうもないよ。あそこがダメなら他の町に行けばいいだろう。アレク、マルネク、気合を入れろや。そんなと言いたいところだが、今賢者の塔が先だ。塔が光るなんてこれまで一度もなかったのに。いつにも増して気味が悪い。確かめに行くぞ。俺たちのダスククリスタルに何かあったら商売上がったりだからな。クライブ、これからどうするの。奴らが塔のことを言っていた以上無視はできない。それにあの光も気になる。賢者の塔、空の文明の遺跡か。あそこはこれまで何度か調査隊が出向いたけど一度も中に入れてないはずだ。だけど
彼らは中を知っている様子だったわ。どこかに入り口があるのかもしれない。賢者の塔でダスククリスタルが取れているのだとしたら、アルポクラテスが言っていた人の手によるマザークリスタルもそこに。調べるしかないね。あの位置なら漆黒の森が近そうだ。行ってみるとしよう。賢者の塔、子供の頃から見ていたが、数ある遺跡の一つとしか思っていなかった。昔父上から聞いた話だと、あの辺りは険しい岩山に囲まれているらしい。できるだけ塔の近くに行ってみよう。漆黒の森から続く道がどこかにあるかもしれないから。こんな空でも腹は減るんだ。何をお探しで？持ってってくれ。次もごひいきに。いらっしゃいクライブ。昔のことさ。だから あんたを見てるとさ、ああ確か
うん。間違いないよ。ずっとね。そうだね。これからも見といてくれ。みんなによろしくね。明石屋に負けねえ暴作をこしらえるんだ。行くぞ。開けろ。見通しが悪いな。ここまでにしておくか。ここは私たちの村よ。いろんな仕事を自分でできるように。ようこそいらっしゃいました。
私の務めは とはいえ まだまだです。いつかきっと やっと彼らは知らないのです。いつかは見ていてください。種火の守り手とは そんなある日のことです。それからです。我らの使命です。ご分をお祈りしております。いいぞ、しっかり前を見て踏み込むんだ。ねえ見て、賢者の行くぞ。行け。待て。こんなところにゴブリン族が。あんな姿は見たことがない。素通りはできないか。兄さん、気をつけて。ここは黒の一帯の中だ。ああ、分かってる。このまま押し通る。行け。こうも戦いづらいか。でもやるしかない。
やっぱりいつものゴブリン族じゃないわ。こいつら何者だ。兄さん、ジル、二人ともこっち。ジョシュア。この扉を見て。空の文明の遺跡。まさか塔が光った時に開いたのか。それにこの先は。もしかしてここから賢者の塔に。そうだといいが。ここにはエーテルがあるようだ。この遺跡まだ。ええ、生きているようね。敵対生命を確認。なんだ。排除工程を実行。敵対生命を排除せよ。今聞こえた声はまさか遺跡が自ら。どうやら俺たちは敵扱いらしい。注意しろ。排除せよ。敵対生命を排除せよ。襲ってくる。やるぞ。分かってる。まずはこいつらを片付けよう。
ゴブリンは外にいた奴らと同じだ。ここから現れたのか。